こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日も、近藤祐樹くんと、よろしくお願いします。竹中優子ちゃん、ちくちゃんです。で、黒田和之です。よろしくお願いします。ブルージャイアントの今度は、今回は出会いベスト3みたいな感じで。いろんな人に出会いますもんね。ね、そう。出会いが、この彼をずっとこう、なんていうのか、そう成長させていくので。うん、というわけで、名シーン、まずちくちゃんを選んだ、名出会いシーンと、はい、近藤くんとまた僕がやっていきたいと思います。ちくちゃんが選んだシーンは2巻の9話で、ゆりさんっていう、まあ、師匠にあたるその今後の彼を、彼が大雑把でも我流でずっとやってきたのに、あれ最初から最初はもうすぐに先生ついた。ついてないです。あ、私ですか。うん、全然ついてないです。吹奏楽やった。そうです、そうです。学生の時は、まあそうですね、大人になって自力で楽器買って自力でレッスン通ってたんで、うん、学生の時は行ってない、うん、そう。で、その師匠がゆいさんっていうのが、あのちくちゃんの師匠と似てるんだよ、それ。もうめちゃくちゃそっくりです。じゃんじゃじゃじゃん、あ、聞くよ、聞くよ、じゃん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 じゃじゃじゃん、ほら、めちゃめちゃそっくりに似てる、これね。時秀文さんっていう、僕もあのね、昔よく一緒に演奏してましたけど、あの山下達郎さんとかもね、はい、あの作詞とかも、いや、もうジャズも本当にこうレジェンドですけど、はい、本当に似てるよね。これモデルだよね、きっとね。絶対そうだなと思う。思うぐらい似てる、うん。気になる方は先生ライブもいっぱいやっていますし、DVD も出されてるので、ね、これぜひ見てみるといいと思います。はい、なのでこのゆいさんとの出会いで。9巻で酔っ払ってるところで、下手くそな何がダメなんだよって言って、ちょっと喧嘩みたいになって。そう、あの弾き語りのギターとキーボードの男の子たちが、歌のね、弾き語りのストリートライブですね。うん、商店街で売り広げてたら、こう酔っ払った先生というか、ゆいさんが来て。ゆいさんが入って。下手くそみたいなね、言い草をして。で、少年たちは、って。うん、なっちゃうんですよね。で、そこに大君がこう彼女と歩いてる時に、あれだから、あ、そうでしたね、彼女が美和さんっていうね、か、まあ、彼女じゃないんだけど、あの気になる女の子と一緒に歩いてた時に、うん、あ、そうでしたね。まあ、彼女がいたからっていうのもあるのかな。下手くそな、あ、でもいなくてもやりそうだよね、やりそうですよね。で、そこで喧嘩になって、で、まあ、よくあるこう漫画的展開で、次の日にあのちょっといい人紹介してあげるからって言って、そのゆいさんに出会って、で、まあ、なんか吹いてみよう。で、覚えてないんだよね、ゆいさんはね。そうです、そうです、うん、その時の、まあ、暴言吐いたことは覚えてない、うん、ね、はい、酒癖悪いんですよね。誰かさんにすごい似てるよね、ピアノのね、はい、はい、先生じゃなくて、うん、ピアノの、うん、まあね、とかね。まあそれは置いといて、で、このシーンが結構面白くて、こうA7 と D7 のコードに Eb7、Ab っていうのを、要はなんか曲をやってて、なんか適当に曲やりになってて、ゆりさんが適当につけるんだよね。そういうことですね。そう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 。で、そこでこういう流れのところで、あ、このハウンで、ジャズって相手の音パッて聞いた時に、あ、このサウンドかな、このサウンドかなって聞きながらこう合わせていけるんで、そのシーンでやってる、その普通は普通の A7、D7 のコードのとこ、うん、普通にやるとどんな感じになるかっていうのを、1、2、3、4、こんな感じですね、大な感じ、うん、これをさっきその言ってたやつが、大君が多分吹いてた、大君は E7、ね、A7、 E フラット7、 A フラット。みたいな感じ。ちょっとアウトしてる感じ。なんかこうハーモニーから外れてる、外れてる感じ。うん、おーみたいな。でもちょっとジャズっぽいよね。そうです。わざと外すときもありますもん、ね、うん、あるもんね、はい、こんな感じのことをやってるっていうのをゆいさんがこう、お、こういうことやるんだみたいな感じで解析してるっていうところ、かっこいいシーンだよね。かっこいいですね。で、
まあ F 5度セブンにミクソリディアン1マイナーにドリアンこれは普通だよ、ね、分かりやすくじゃあミクソリディアンのフレーズでミクソリディアンで、うん、シードリアンシードリアン、はい、シードリアンに感じていこうかはい、うん圧倒的にやろうとするとすごい難しいよね。そう難しい。まあこういうのをやっているところで、F7 と B フラット7。F7 の上で、うんこれは B フラット7でこれでドミナントを使ってるのかいやおかしいなみたいな。うん、で理論では説明がつかない。つかないっていうのはどういうことになるかというと。すごい。でもなんか格好悪くも聞こえるけど、ある意味すごい際どいラインで、ね、なんかうまくやると。サックスやると普通に聞こえちゃうもんね。それなりに聞こえちゃう。本当不思議な楽器ですよね。ねやっぱりあのトランペットとか管楽器はまあサックスとかトランペットとかはもうなんか間違えてても。いろんな、ね、音がこう混じってるような、うん、そういう。バイオンがたくさん入ってるから。そういう楽器だから。なんかそれなりにかまね様になってしまうみたいな感じが。はいだからドラムもそうだもん。だからドラムってピッチが基本的にはこう太鼓って叩くとこう対角線の音が全部出てて、しかも倍音も出てるから何にでも当たるんだけど、でもセンターはやっぱりこうなんか12キーのどっかに当てといた方が混ざりやすいのは混ざりやすい。だから自分は結構合わせるんだけど、これ結構スネア A フラットにするんだけど、これやっぱ合わせてなかった時にまあケコリさんに言われたんだけど、あんたチューニング適当でしょって言われて、はい、めっちゃ怒られたんだけど、あの人きあの絶対音感、その指摘もすごいですね。絶対音感あるから、うんうん、でやっぱりね直した時に見に来た時に、あんたチューニング変えたねって言われた。あーすごいよね。すごい。あの言いたいだけの人っているからね。昔あの PA やってた時にね、PA の人があの向こうの人が、あのスピーカーもっともうちょっと内側だよとか言って、お前らその位置分かんないのかって、うんうん、重たくてスピーカーが動かなかったのね、うん、もうちょっと、もうちょっと、はい、もうあとちょっと、オッケーってずっと動いてなかったんだけど言いたいだけ、言いたいだけ、言いたいだけ、ケイコリさん言いただけじゃなくて、ね、ちゃんと分かってるから、で、そのピッチ合わせて、でその後のレコーディングしたやつってやっぱすごい混ざってて、そうなんですね、その前の時のね、やっぱりファーストのアルバムの時の太鼓の音ってタムの音がすっごい混じってなくて、あ、まあ、フレージング的にはあれだけど、なんか全体のサウンド見るとなんか一つ浮いてる感じがして、なるほど、だからまあそういう意味ではね、あの僕は結構 A フラット、F、C ってやって、まあ要はフラット系がぴったり当たりそうな、ペンタトニック使えるでしょ、 F ペンタも使えるし、ね、そんな感じに合わせてます。だからそういう意味では、でも合わせてなくてもなんとかなる、うん、そうですね、管楽器も合わせてなくてもなんとかなるみたいな。でも微妙に突き詰めると気持ち悪い、混ざり合い具合がちょっと微妙だなみたいなのありますね、うん、まあね、そこら辺はさ、だからこうピカソの絵と小学校の絵って、うんうん、小学生の絵をこうものすごい額に入れてピカソの絵をポンって置いといたら、はい、多分勘違いしちゃうからね。そうですよね。でも若い人が見たら絶対この重みは違うんだろうけど、うん、まあそこら辺に関しては、まあ、僕的には別に本物が分かるからすごいっていうわけではなくて、まあ、その人が楽しいんだったらそれでいいかなと思うんだけど、そういうところもありますね、うん、はい、というわけで、まあこういうのを、まあ、大君が、まあ、適当に弾いたのをゆうさんがこう合わせながら、うん、でもなんか面白いやつだと思って僕が君に作詞を教えるっていうシーンだよ ね、うんうん、ね、めっちゃかっこよかったシーンですね。というわけで、ちくちゃんの名シーンでございました。はい。
近藤くんの選んだ名出会いシーンが8巻の70話で、うん、美和さんって子が女の子が好きで、なんかもう東京出て多分 1年以上会ってなかった、うん、なんか連絡も全然取ってなくて、うん、である時やってきたんですよ、うん、突然やってきて、突然やってきて、でちょっとこうご飯パスタ食べに行って観覧車を持ってデートしてね、でなんかちょっと大根ドキドキしてて、でもまあ美和さんは結局観覧車乗ってる時かな、その時にそのなんか好きな人できて付き合うことになって、でも彼女的にはずっと彼のことは思ってたけど、1年間ずっと東京行った時に連絡1個目の交差する、そうですね、マメじゃなかったんですね、マメじゃなかったんですね、まあ、だからその行く前にも美和さんとのシーンがあったじゃん、だからこうちょっとなんかかなりずっと一緒にしょっちゅう遊んでて、うん、キスしようとしたらそのなんか東京に行くくせにって言われてみたいな、なんか分かるような分からないような、分かるけどね分かるけど、そう、あ、俺ね、でも俺東京行く前に同じシーンがあって言わなかったっけ、言ってたね、東京に行くときにガソリンスタンドでバイトしてた子が、女の子がいて、千鶴ちゃんっていうことだよ、もう忘れもしない。ここは言っていいんですか？そう、いいんじゃないかな。覚えてるのかなみたいな。千鶴ちゃんじゃないかもしれない。忘れもしない千鶴ちゃん。いや、俺千鶴だと思って、千鶴ちゃんって言うんだけど、いや、今パッて名前出てきたからね、その子にあの付き合ってほしいって言ったら、なんか、ちょっと考えさせてって言われたんだけど、でその子はなんか同じ時期に好きだって言って言われてる人がいてみたいな、あ、で僕は東京に行ってでバンドのライブを見に来てくれたことがあって、こんなに一生懸命やってて東京に行くって言ってる子がなんか私がそれでずっと東京に行ってられたら遠距離で待っててみたいなんだったら、なんか私は普通僕はずっと夢を絶対叶えていくからって言ったらそのすごいと思うけど、なんか普通の幸せっていうのがすごく難しいんだよって言われて、ね、大人です ね、その時は分かんない、でも普通って難しいよね、確かにね、難しい、私普通すごく苦手な子供だったから、大人になってからすごい普通を頑張らなきゃとか言ってやってたこと結構ありますよ、ね、今もある、そう、普通にならなきゃみたいな、ミュージシャンってみんな普通じゃない人多いですよね、絶対そうだよね、近藤君も普通じゃないじゃないんですけど、ね、生活リズムもまず普通じゃないし、ね、まずね、とりあえずね、僕らも普通じゃないとこ全部やってるから、そうですね、ね、全部やもう全てやってきたから、はい、そうですね、だからそう普通じゃない、なんかね、こうまあちくちゃんもそうだろうし、例えばこう最近よく一緒にやってる米沢みくちゃんとか、だからその男の人のタイプはって言ったら、私すごく偏ったタイプの人が好きなんですよねって言ってて、偏った考えの人がタイプって言って、すごくわかるんだけど、普通の人だと絶対言わない言葉じゃん。でも好きになるタイプがその一般的じゃないから、いわゆるイケメンの人たちに全然何とも思わなくて、ああそうなんだ、はい、何とも思わないし、人と被ることもなくて、被ることないんだ、昔は被ってたことあるんですよね、高校の時は結構人気がある人を好きになって、うわ競争相手いっぱいいるって思ってたことあるけど、競争相手が全然いないとこ行くんだ、うん、多分今はそんなような気がします ねきっと、そっか、まあそういう意味ではだからこう美和さんの考え方ってなんか普通の人とのギャップみたいな、そうですよね、でもなんかこうちゃんと会いに来てさよなら言いに来るとこと、あと最後にね、だから疑ったことないから宮本大が世界一のサックスプレイヤーになることをって言ってるのが感動的なシーンですよね、だからロマンチックですね、ロマンチックだよね、だからまあ書き方がすごいこうね、伏線の張り方とか上手ですよね、本当に素晴らしいあの漫画家だと思いますけど、すごいいいシーンですね、で僕は5巻の33話、まあ、澤部君っていうピアノの人がこう出会った時のやつがすごい好きなシーンなんだけど、澤部君ってまたちょっとこうピアニストによくありがちな偉そうな感じで、そうね、そう、なんかこう近藤さんとは正反対ですよね、え偉そうな、そうそう、ちょっとこうプライドも高くて、まあ、ピアノってすごい2タイプに分かるね、近藤君とかそういう感じに、でも昔はやっぱケンケンしてた、いや多分ないと思う。本当、うん、なんかこう、いや下手くそなやつと一緒に演奏しないとか、うんうん、
で俺若い時もめちゃくちゃケンケンしてたから、なんか、カズヨさんが、俺下手なやつとやらないぜ、そうやらないっていうか、いや 俺はもうあのなんかなんていうのかな、こう、まあ、嫌なやつだったんだけど大丈夫です、私もめちゃくちゃ嫌なやつだった、二十歳ぐらいの時は、あーみたいな感じ、うんうん、もういやこうじゃないんだけど、うん、すごい怖いよ、めっちゃ言われてたんですよ、今あんまり言われなくなったんですけど、俺も怖いって言われなかった、昔はやっぱりね、きつい顔してたから、うん、そうそうそう、私もそうでした、だから結構この気持ち分かるね、俺と組もうで、でも下手だったら即クビなっていうのはすごく分かる、分かるというか、なんか部活とかでもね、そういう、うん、もうツンケンして、うん、なんか、はぁ、なんで練習してないのみたいなことをね、言ったりとか、僕もこれもしょっちゅうそんなのあったね、うん、はい、だから全然回復が違う、昇進者なんで、全然そんな穏やかないとね、でまあテイク2ってお店で、テイク2っていうお店、テイク2ですね、テイク5って曲があるからね、テイク2ってお店があって、そうね、そうそう、5拍子じゃなくて2拍子だね、どうやってメロディー、いやこれさ、テイク2っていうのをテイク5を前4拍子でやったことがあったんだけど、テイク5をよテイク2でやる、テイクイン2でやる、そう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 、民謡みたいな、まあそうで、まあ、テイク2ってすごいな、テイク2で結局そのテイク2っていうママのところのお店で大輝が吹いて、まあ雪のり君だっけ、はい、雪のり君が感動して泣いちゃうってしの、僕はそこがすごく出会いとしてはすごい好きなし、うん、そうですよね、プライド高い雪のり君が、プライド高い雪のり君がなんか感動させるみたいな、うん、なんかこうその大君がいろんなこと言われつつも、そのなんか奥底のなんかね、こう才能みたいなのが、そうですよね、フィーリングはすごいいい人なんだなと思いますよね、本読んでてね、はい、ではいろんな出会いで育っていく大君ということで、まあ、まだブルージャイアント読んでない方はぜひこの辺は面白いポイントなので、はい、ぜひ読んでいただきたいと思います。それでは本日はどうも最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。